9月29日土曜日、カリフォルニア州ロサモンドにあるビロースプリングスレースウェイにて M1GP 24時間耐久ロードレースが開催されました。このレースは M1GP モーターサイクルロードレーシングアソシエーションによって主催され、今年で3回目を迎えました。主催の M1GP はミニバイクロードレースイベントの競技団体で、年間を通じて耐久レース、スプリントレースなどを開催しています。 50cc から 125cc までのカテゴリーのマシンが同時に走ります。そして日本人たちによるチームも参加していました。ソリダリティムーブメントはロサンゼルス近郊に住むオートバイ仲間たちにより結成されたチームです。メンバーは年齢、性別、職業も様々。レースには10名が参加し、交代で24時間を走ります。チームマシンはこのヤマハ TTR125、 ゼッケンナンバーは311。東日本大震災の発生後、人々が協力し合い、一日も早く復興が成し遂げられることを願い付けられました。完走が目標な、一番の目標なんで、大きな事故もないように最後まで走り遂げたいなと思います。午後12時、炎天下の下、いよいよスタートです。チームには女性ライダーも参加していました。やはりこうスピードとかはもう全くかなわないので、どちらかというとこう丁寧に乗る方をこう中心に走っています。抜かすというよりも、もうとにかく転ばないようにという方を意識してました。はい、でも根本的にはこう楽しんでいくことを目標にしています。またこのレースにははるばる台湾からやってきた日本人の参加者もいました。台湾の方は本当に日本が好きで、日本のことをとっても心配してもらったんで、それに対して感謝の気持ちをいつまでも忘れないように、そういう気持ちでこのヘルメットをデザインしました。翌日30日正午、24時間を走り抜いたチームがフィニッシュ。ソリダリティムーブメントも見事完走を果たしました。どうですか？最高。疲れました。中の形でその日本人の結束している姿、頑張っている姿を、僕らはバイク好きなんでこういう形でしかお見せできないんですけど、それで何かメッセージになるものがあったらいいなと、そういう願いですね。